表されます。これはマジでありそう。マイルから安田だろ。ダービーの方が長いじゃん。部が乗るスマートオーディンがこのルートだからないない。リオンディーズも NHK マイルみたいだな。これは通説の特で通報ですわ。サツキショウ右マイルの可能性は10分あるね W。でレベル5未マイル路線行けば楽勝だからな安田なんて馬なりで大差勝ちだろ新馬の馬なりパフォですでにダバモーリスの5馬身以上前で入り。5オーディン乗るという情報出てないよ毎日杯は戸崎だし。強さを再確認するためにインゾで自信を取り戻してから NHK 行くといいよ。七風雪だろ。解説の掛け負荷。スマートオーディンは捨ててもいいだろ。伝説のロヌノ。12。これでマカ引き上レルナ。通風のロヌノ。いや、ないな。中山だからこそ成績残せてる馬。東京なら格下馬に惨敗するよ。フンスレそんなローテメリットがない。12POW。誰がどう見ても勝てる気がしない。まさかのダート路線。竹がクラシックで乗る馬がいなくなっちゃうじゃん。これは魂のルフランだわ。12名前、ナナシさんアットマーク実況で K バイタアウト開きカッコ下げ閉じカッコ、2016-03-07、月1時0分17秒低49アイリ、のアップレ。笹田調べ教師リオンディーズを見ながら折り合って、いい競馬はできました。輸送は問題ありませんでしたし、距離を経験した今日の競馬が次に生きてく。前世紀の部なら回避させてマカ引き乗ってた。NHK マイル右安田路線でもメジャーエンブレムに勝てるとは思えないんだけどな。今年は仕方ないハイレベルすぎエアスピは強化版コディの。竹豊はドレッドノータスじゃないの。バカが張り切ってすれ立てるとこうなる。もう逃げちゃうのか、脱線エアスピネル。フルゲートのサツキこそ先行して勝つチャンスある馬なのに W。28これだな W 半端内包脱力だったからな。27サカロ一辺倒やめろ。調べ教師の目が覚めないことには一生リオンに追いつけんぞ W。NHK マイルの賞金は約1億どうせダバしか集まらんしダダもらいだなエアスピネルは勝ち目が低いサツキ賞に行く価値はあるのか。金子の馬だからあるだろうなエアをマイル生かしてマカ引きにブコレほどの理想はない。ディープの再来って言うならやっぱり蔵上は竹豊だよな。39近年ほとんど金子にぶ乗ってないのに、なんでそんな妄想出てくんの。翔太は現実逃避の妄想が激しいなぁ W。メジャーエンブレムが桜花賞右マイル C だったら笑う。エアスピ NHK 行ってそのままマイル路線ならマカ引きにぶ乗りそう。距離不安説あったんだから早めに路線変更が正解。マイル G1 ならと出る可能性あるからね。初戦エアなんで初戦部なんで。今日のレースで逆立ちしてもリオンには勝てないことが分かったんだから極力同じレースを使わないようにするのが調べ教師の腕だろうに好むのは。36-27より大きい坂路一辺倒やめろ弥生翔